今からちょっとクレベル選手の、いろんな話を聞きに、もう一つのジム、ジムに、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今からもう盆栽割ってジムで行きます。はい、今日はね、さっきトレーニングのジム見させてもらったんで、すごい、指導もすごい上手で、プロ選手現役なのに、本当にミットもすごい上手でびっくりした。ミットとしてあんなにうまい。自分で覚えた。そう、自分で覚えた。自分でやってね。そうすごいいい先生でもあります。素晴らしい。自分ちょっと今盆栽のアマチュアパイルで、自分でちょっとアマチュアのみんな手伝ってる。もうアマチュアが試合出るな、今月で19とか26で、今から自分のみんな助けてるで。でももう私もミット上手じゃなくて、でももっと気持ちのみんな教えてるね。なんで例えば疲れるとかみんなすぐやめて、もっとハートの部分ね。そう、もっと頑張ってるとか。わかるわかる。それが大事。ああ、大事大事。疲れるとかもみんなすぐやめて、それみんなもっと集中とかもっとやってるが。そう。それが先生の立ちがそれ大事な。テクニックだけじゃなくて、いろいろの教えてるが、気持ちとかもっと頑張ってる。さすが。やっぱ気持ちがすごく大事だよね。そう、間違いないです。いやね、こういう先生に習える子供は、すごい幸せ、ハッピーですね。ね、頑張れます。いや、素晴らしいですよ。ね、ちょっとクレベル選手は、ね、喋らないと怖そうっていう人がいるんだけど、全然怖くない。すごいね、フレンドリーで。ジョークも、和夫さんから、聞いてて。そう、すごい。和夫先生が、自分のすごい先輩で、いっぱいの自分を教えてるから、いろいろの、日本のルール、日本のサムライスピリットとか、全部で自分の手伝ってとか教えてる。あとで、お父さんみたいね、そう。自分のも間違えてる、彼が直してる、それダメが、先生がどうですか、OK、ダメ、全部いつも言うが、それ大事です。すごい自分を助けたね、佐々木先生で。マルコスとか、サトシ君とかも、そういう存在、和夫さんは、そういう、一緒な感じだよね。そう。仲間っていうか。そう、間違いないで。それいつも仲間とか、あとで全部で教えてとかって言ってる。いろいろも、質問ある、問題ある、いつもも、美咲先生が、助けてるとか、教えてる、手伝ってとか。僕もその現役の時はすごく勉強をさせてもらって、すごい。あとで彼がメンタル、メンタルね。本当侍みたいな。侍、そう。でも、僕から見て、クレベル選手は、チャンプはね、すごい、佇まいが、こう、リングに入った時の佇まいが、すごく侍に見える。どの選手よりも。一番、本当にそういう、ここにね、刀を刺してるように見える。はい、そういう覚悟っていうか、そのオーラがすごく好きで、だから。自分の考えてるが、自分へ書くときで上手じゃなくて、だから自分の気持ち、いつも試合の一句とか、考えてるが同じの侍、これが死ぬまでずっと頑張ってるとか、今が人のいっぱいいるね、みんなポップスターとか、有名人行きたいけど、でも、本物のファイターじゃないな。自分の気持ちが逆で、自分でももう本当本物なんで、ずっとそれが頑張ってるとか、なんで、自分だけ考えられないね。自分で考えてるとか、自分のチーム、家族、自分のもう強くなってるモットーが、自分でもうみんな家族で手伝ってできるな。自分でも
もっと強くやりたい、まあ、夢だけじゃなくて自分で本当が強くやりたい、自分のお名前のストーリーで作ってるでやりたい、同じ前あなたとか先生、もう家族先生とか前桜葉、ゴミ、日本のストーリーでもみんなもファイターだよ、みんなそれがいつも覚えてる、まあバンデレーシューバー、ノゲーラ、みんないつもそれがお名前を覚えてる、あ、まあ、日本のトップ選手だったら、あ、それがこれがのみんなお名前を覚えてる、それが自分の同じ気持ちで、同じ行きたい、だからいつもの試合この前だったら集中で、もっと殺すまでがやるぞ、素晴らしい。今ね、こう若いファイターはこう人をね、相手選手をバカにしたりとか、そういうのがすごく多いけど、それについてはどう思う？まあ今からいいけど、テクノロジーな、携帯、インスタグラム、YouTube、Twitter、全部ね、みんないつも助けてる、それは大事けど、だからいっぱいの人で口ばかりしてね、まあ自分で問題ないけど、でも同じ連とか、みんなもう口ばかりで、あ、やるぞ、私殴ってる、私一本勝ち、私一番強い、だから、口がそれがばっかりしてね、あとでまあしょうがない、これがトラッシュトークでいっぱい打ったね、まあ、FC がみんないっぱいのやってる、みんなコナーマクレガーの真似でしょ、そうコナーマクレガーはなんでああやってやってたかって、すごくあの貧困、貧乏だったから、それで自分を奮い立たせるために、はい、あのやってたトラッシュトークやって勝ち上がってきたわけ、だけどあのそれをモノマネしても、日本人選手がモノマネしたところで、ね、お金もちゃんと普通にあって、親もいて、はい、家もあって、普通にぬくぬく育ってきた人が、普通に生きてた人がマクレガーのモノマネなんかできるわけない、できないそう。だから僕はどっちかって言ったら、そういったクレベル選手の生い立ちとか、あのいろいろ調べて聞いて、はいはい、いろんな大変なことがあった、私、あまりそれが好きじゃないな、まあ、昔がもうカイスダーとかライセンとかいつも自分のはちょっとトレしておきてください、私それがやってない、なので自分も自分でファイターだよ、まあ、自分の先生、字もあるな、自分のもうのトラッシュトークだったら、もう悪いの言葉で、自分の先生の立ち考えてるわみたいな、失礼、自分の先生が、私それが気持ちやりたくない、でも私のタイプじゃない、あとでもう一個ポイントなんで、の言葉ばっかりして悪いの、まあやるぞ、もう一本が地形をできなかった、もっと恥ずかしいな、私考えてる、自分のタイプじゃない、フェイクだったら、でも自分もシンプルとか本物で一番方がいいな、自分怒る、当たり前怒れる、怒らないが、まあいいよ、レスペクトで一番方がいい、そうそう、リスペクトがないとダメだよね、まあ、そうそう、ダメ、まあ、いつもみんな人のいっぱいね、もうカメラの絵もやってる、まあ、口でばっかりして、後でバックステージだったら、あ、すいません、ごめんね、まあそれが失礼、それがやりたくない、まあ、ダメ、もう本当悪い真面目、ね、もうカメラだけが悪い、待ったらまあ真面目行きたい、それで意味ない、もしの発表とかインタビューとか、みんな殴る、私一番強い、いろいろ口のばっかりして、あとで本気の試合でもうビビってるな、まあそれ意味ない、それは私ダメ、確かに、でも私それがあまり好きじゃないな、だからまあしょうがない、もうイベントのプロモーションいっぱいいるでね、みんな大好きけど、私はあまり好きじゃない、私の自分のタイプじゃないな、だからしょうがないな、インターネットが今いいけど、なんでいっぱいみんな手伝っていっぱい邪魔な、なんでバカの人でいっぱいいるで、今から夢なんで、口ばかりしてね、みんな見たら、あ、自信な、でもそれがまあ本当は始まったらのファイトでちょっとビビってるな、本物じゃないな、どうですか。おっしゃる通り。あ、クレベル選手大ファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、これからちょっとあの通訳の方も交えて、いろいろと話をしたいんで、実はね、僕たちさっき僕いきなりジムに行ったんで大喧嘩したんですよ。
大喧嘩の後でちょっと仲良くなってるだけなんで、最初はちょっとやばかったっす。はい、それはまた YouTube の動画で確認してください。ミノツで YouTube 登録してグッドライクコメントしてください。はい、おーす、おーす、みんなよろしくね。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you.